はいどうも、麦茶です。今回はヒラメを買ったのでこいつをさばいていきます。今日はお刺身を作っていこうと思います。じゃあまずは観察からしていきます。口はこんな感じです。鋭い歯がついてて触ると痛いですね。で目はこっち側に2つついてます。でヒラはこんな感じですね。ほんでしっかり血抜きされてるんでエラは結構白っぽくなってます。でまあこんな感じにヒレがあって尻尾はこんな感じです、まあ、ちょっとボロボロになってますね。で体表面はヌルヌルしてたんですけどもうすでに洗っちゃったのでまあ今はぬめりはなくなってます。でこいつはイケスで泳いでたやつを締めてもらったのでめちゃめちゃ鮮度はいいです。それではさばいていきます。いただきます。まずは鱗がついてるんでこの鱗を、まあ、今日はすき引きして取っていきます。柳を使います。じゃまず尻尾の方から真ん中1本取っていきます。切れちゃった。鱗はこんな感じです。はい、裏側も表側もすき引きが終わりました、まあ、ちょっと削っちゃったところありましたね、まあ、やっぱ難しいですね。そしたら頭を落としていきます。ここに苦玉があるんで潰さないように気をつけます。内臓はこんな感じです。ここが肝臓で、でこいつが苦玉でこれが脾臓かな、下に胃袋があります。じゃあ内臓を取っていきます。今日は肝臓と胃袋も食べたいんで苦玉を先に取っていきます。はい、これが苦玉です。これが肝臓です。ほんで胃袋で、今日食べる内臓は肝臓と胃袋で他の内臓は捨てちゃいます。ほんで胃袋は割って中をきれいにします。あとはしっかり洗って湯通しします。ほんで肝の方は一旦日本酒につけておいて臭みを取っていきます。ほんでこんな感じにきれいに血合いを洗い流してと全体の水気を拭き取ったら5枚におろしていきます。でまずはここにラインがあるんでこんな感じに線があるんでそこに沿って包丁を入れていきます。そうしたら背骨に合わせながら身を剥がしていきます。はい、こんな感じです。反対側もやっていきます。まずはここに腹骨がついてますんでそいつを切っていきます。で腹骨を切ったら同じように骨に沿って包丁を入れていきます。
こんな感じです。そうしたらひっくり返して反対側も同じようにやっていきます。こっちもラインがあるんで、そこに包丁を入れます。そうしたらここに腹骨がありますんで、腹骨を断ち切ります。腹骨が切れたら背骨に沿って包丁をスライドします。はい、こんな感じに5枚おろしができました。ほんでこの骨はいい出汁が出るんで、ちゃんと取っておきます。まあ、尻尾は捨てちゃっていいと思います。そしたらここに腹骨があるんで、腹骨を取っていきます。まあ、これはぶっちゃけこの部分切り落としちゃっていいと思います。まあ、これはお吸い物とかに入れると美味しいですね。ほんで皮を引いていきます。こんな感じです。じゃあどんどん皮を引いていきます。そうしたらここに縁側がついてるんで、縁側を外していきます。縁側は引っ張れば取れます。あら、ちぎれちゃった。まあ、取れないときは普通に包丁で切っちゃえばいいです。ほんで付け合わせの準備をしたいんで、こいつらを全部冷蔵庫に入れて、まあ、多分1時間ぐらい寝かすことになると思います。それでは切って盛り付けていきます。はい、こんな感じに盛り付けたら、大葉を乗っけていきます。ほんで分け木を乗っけて、縁側も乗っけていきます。縁側はこんぐらいでいいかな。そんで肝、で胃袋、ほんでもみじおろしで、ラディッシュ、ここら辺かな。これで完成です。はい、こんな感じに完成しました。ほんで動画は撮ってなかったんですけど、このラディッシュの飾り切りをしてる間に煮付けと皮の湯引きも作っておきました。それでは食べていきます。いただきます。じゃあまずは刺身から食べていきますかね。ポン酢で食べていきます。じゃあ2枚ぐらい一気に取って、身にもしっかり油乗ってて、ポン酢に油が浮きますね。いただきます。うわー、うまっ。先週も一応ヒラメさばいてて、先週さばいたのは結構小ぶりだったんで、あんまり脂乗ってなかったんですけど、まあ、今回は少し、まあ、大きいってほどではないですけど、少し、まあ、小さくないレベルのヒラメ買ったんで、しっかり脂乗ってるし、旨味もめちゃめちゃいいですね。これ熟成したらもっとうまそうだな。じゃあ、胃袋も食べますかね。胃袋は食感がいいわ。うまいうまい。あとはこの肝、うわ濃厚、うま、本当にうめえわ。まあ、ただやっぱメインは、まあ、この縁側ですよね。
お、すげえ油が浮いた。全然カメラに映ってないな。うまい、うまい。いや、語彙力が足りないんだよな。じゃあ次はこの煮付け食べていきます。じゃあ頬肉を取って、煮だれにつけていただきます。うんめえ。いや煮付けも最高ですね。ふわふわです。じゃあ皮も食べていきますかね。皮はポン酢をかけますね。ほんですだちも絞ります。いただきます。あんまり食感はないですけど、旨味が凝縮されてて美味しいですね。で、今日のお酒はこれです。まあ、よくわかんないんですけど、なんとなくこれを買いました。いただきます。普通にすっきりしてて美味しいですね。これは結構いろんな料理に合いそうな味してます。最高だな。それではどんどん食べていきます。はい、ごちそうさまでした。いや、やっぱヒラメは普通にうまいですね。ほんで今回買ったヒラメはだいたい1匹4000円しました。まあまあまあしますね。あとヒラメを買うときはあんまり小さすぎると、なんだろう、脂が乗ってなくて縁側のジューシーさがないんで、少し、まあ、大きくなったやつを買った方がいいと思います。で、今回は鱗をすき引きして取ったんですけど、まあ、普通に金たわしでゴシゴシこすっても取れるんで、それでもいいと思います。まあ、ただ金たわしでこすっちゃうと、まあ、排水口が詰まりやすいんで、どっちがいいのかな感はありますね。すき引きが上手い人は多分すき引きでやった方が圧倒的に速さがあるんでいいと思うんですけど、僕はまだまだすき引き苦手なんで、まあ、もうちょっと練習しようかなって思います。それでは今回の動画はこのくらいで失礼します。最後まで見てくれてありがとうございました。